こんにちは、駅弁マニアの堀田でございます。今日は旭川駅の駅弁味比べ四大カニ飯を買ってまいりました。四大カニ飯、毛ガニ、タラバガニ、花咲ガニ、ズワイガニのカニ飯弁当ですね。中身はこんな感じでございます。4種類のカニがぎっしり詰められていて美味しそうですね。旭川の駅弁で、この味比べ四大カニ飯っていうんですけども、そっくり、ほとんど内容が一緒の駅弁がありまして、稚内駅の四大カニ弁当っていうのがあるんですけども、両方ともこの同じ旭川駅、立ち売り商会株式会社が作っております。旭川で売る分を四大カニ飯、稚内で売る分を四大カニ弁当と呼んでいるようです。いや、カニの香りが漂ってまいりました。今回はね、東京駅の駅弁屋祭りで購入しております。では食べてみます。最初は毛ガニ。毛ガニはね、タケノコと一緒に炒めてるんだよね、確かね。ああ。いいですね。ご飯は茶飯。うん、磯の香りがプーンと漂ってきます。花咲ガニ。花咲はね、北海道ならではの味ですよね、うん、あ、味が濃い。うちの妻はね、北海道出身なんですけど、カニといえば花咲って何度も言いますね。それが分かるような気がします。味が濃い。そのうちの妻がね、2番目に好きなのがタラバだったかな。毛ガニも美味しいって言うけど、タラバの話はよく聞きますね。タラバって割と大味だよね。確かに個人的には花咲の方がうまいかも。そして私が一番好きなズワイガニ。カニ身がね、カニ身っていうか、あの足のこの肉の部分がいいですよね。ああ、繊細な味ですよ、ズワイガニは。いいですね。4種類のね、カニを楽しめる素晴らしい駅弁だ。見かけたらぜひ購入してあげてください。旅した気分にもなるね。ナイスです。